発進行。バイキンのジョーです。はい、ということで今回は新幹線変形ロボシンカリオンチェンジザワールドの最新情報の方をね、皆さんと一緒に共有していきたいと思います。でね、この前からね、なるべく毎週最新情報を共有しますよなんて言っていたんですが、なんとかね、2週 ?3 週連続、情報共有動画の方出せています。まあそんな感じでね、更新情報があるということです。1つ目、早速見ていきましょう。9月4日更新情報、イベント情報だね。期間限定公式 X スペースのアーカイブを公開中。そう、これこの前あったんだよね。ニュースの方も取り上げたんですが、ジョーはね、タイミング悪くこれ見れなかったんだよね。そもそもスペースの使い方っていうのがよくわかってないっていうのもあったんだけど、それがね、アーカイブ配信されるそうです。詳細の方が、8月28日に実施したシンカリオン公式 X でのスペース配信、アーカイブを期間限定で公開中です。キャスト3名がアフレコ現場の雰囲気や好きなキャラクターと、シンカリオンチェンジザワールドの魅力を夜ご飯を食べながらまったりトーク。ぜひお楽しみくださいっていうことで、ね、当日見れなかった皆さんにももちろんチャンスがあるみたいです。チャンスが、いただけたみたいです。でね、期間の方が9月4日水曜日から9月27日金曜日17時までなのかな、かっこ予定になってるんだけど。で、どこで見れるんだろう。視聴はこちらから。YouTube なのかな？あ、YouTube の方で見れるっぽいです。URL があるんだけど、ちょっとこうリンク飛べない感じだね。はい。そんな感じでね、9月27日まで。まあ、期間の方はあるんだけどね、うっかり、忘れて、ね、通り過ぎちゃうパターンってのももちろんあるから。ジョーもね、この後すぐに見ていきたいと思います。見させていただきたいと思います。まあ、そんな感じで、はい、ニュース一つだけでしたね。ただこれだけじゃ寂しいので、グッズ情報もチェックしていきます。はい、グッズ情報。あら、あれれれれ、更新されてないね。ただね、これで終わるわけにはいかないんですよ。せっかく動画見てくれた皆さんね、いるわけですから。っていうことで、ちょっと公式サイトの方でね、まだ発表されていないんだけど、情報の方が出ているアイテムがあったので、紹介していきたいと思います。はい、こちら。シンカリオンチェンジザワールドトミカ、日産 GTR、E8 翼。っていうことで、E5、E6、E7 はもうすでに登場しているんだけど、E8 もトミカになって登場するみたいです。価格の方が880円の税込み。で、発売日の方が10月19日になります。でね、画像の方が。こんな感じね。かっこいいね。アニメでもね、なんかこう、一瞬パッて映ることはあるんだけど、もう少しこう活躍してくれると嬉しいかな。で、さらに E8 だけじゃないんです。はい。シンカリオンチェンジザワールドトミカ日産 GTR N700S のぞみ。のぞみも出ます。価格が880円の税込み。で、発売日が同じく10月19日だね。ということで、この2種が新たに登場するみたいです。ジョンはね、ジョンが調べた情報が漏れてなければ、この2種類が登場するみたいです。H5 とかね、もう登場していいはずなんだけど、ってなっ、そっか。ファントムとか、ハーデスとかは、また別枠か。まあ、登場してほしいよね。そしてやっぱこう、ね、何回も言うようだけど、チラ見せだけじゃなくて、こう、アニメでもこう、メインで活躍してほしいななんて思いつつ、10月19日発売ですよ。これもね、うっかり忘れそう。ジョーは忘れそうなんだけど、なんとか入手して、レビューの方もしていきたいと思います。はい。そんな感じで、今回のニュースは以上になります。まあ、情報はね、更新された情報は少なめでしたが、まあこんな感じでね、毎週必ず最新情報を共有していこうと思っているので、ね、まあこれ今までもしてたんだけどね、これから確実に毎週やっていこうと思っているので、よかったらね、チャンネル登録をして今後の動画も待っていただければと思います。まあ、その他にもね、もちろん玩具レビューといろいろやっているので、よかったらね、他の動画もチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。